仕事なのね、あの中心のほぼ同期の山口号のほぼ同期の戦前やけど、戦前で、あの昭和12、3年で鉄道車両としては一番充実してた戦前で EF57 が出てきたりとか、C57 が出てきたりとか、C58 が昭和13年、うん、ちょうどあの工業事情に戦前のいい時に